ウィリアム・シドニー・マウントは19世紀のアメリカ合衆国の画家である。アメリカの生活風俗を描いた画家の先駆けとなった。バイオリンの奏者としても知られ、作曲も行い、楽器の特許も取得した。ニューヨーク州のロングアイランドのシュトケットで生まれた。兄に肖像画家になったシェッパード・アロンゾ・マウントがいる。ニューヨークのナショナル・アカデミー・オブ・デザインで学び、1832年に、 アカデミーの正会員になった。歴史画を、はじめは描いたが、すぐに日常生活を描くようになった。マウントの有名な作品には、セタウキットのうなぎ好きや馬の値段交渉などがある。作品は、ロングアイランド美術、歴史、馬車博物館などに収蔵されている。画家としての活動の他に、フィドルの奏者、作曲家としても知られ、普通のバイオリンよりも、 大きい音が出るような形状をした、クレードル・オブ・ハーモニーという名前で楽器を改良し、特許を得た。シェパード・アロンゾ・マウントとは別の兄弟の娘の、エブリン・マウントも画家になった。ありがとうございます。